イギリスの歴史。グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国、この長く複雑な名前が実はイギリスの歴史そのものを象徴しています。この国の歴史はアングロサクソンの主導でイングランドがケルト文化地域を統合した経緯できました。ローマの統治の下で栄え、ゲルマン人の移住を経て中世では早くから国家を形成したイングランド。その力を背景に彼らは周辺地域への影響力を増大させていきました。こんにちは、藤吉田です。今回はイギリスの歴史について動画にしてみたいと思います。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。ウェールズとの絆とスコットランドとの関係。11世紀から13世紀にかけてイングランドはウェールズを征服しました。しかしその征服の過程では巧妙な政策と優れた戦略がありました。ウェールズの君主を意味するプリンス・オブ・ウェールズの称号を創設し、その後のイングランド王に与えることでウェールズを統合しました。16世紀にヘンリー8世がウェールズを完全にイングランドに併合し、その結果ウェールズは他の非征服地と異なり比較的平和な共存が可能になりました。これがウェールズ語などの独自文化が現在まで残る一因となっています。一方スコットランドは独立した王国としてイングランドの征服圧力に抵抗し続けました。スコットランドの外交政策の中心はフランスとの連携であり、その一例として16世紀にメアリ・スティアートがフランスに嫁いだ事例があります。これはイングランドに対抗するための重要な手段でした。エドワード1世が力を握り、スコットランドが一時的に独立を失うと、その象徴としてスクーンの石がイングランドへ持ち去られました。これはスコットランド王の戴冠式で使用される石で、その存在はイングランドの戴冠の椅子に組み込まれ、スコットランドとイングランドの王位が一つであることを象徴していました。この石は20世紀末までイングランドに泊まり、その後スコットランドへ返還されました。ウィリアム・ウォリスやロバート・ブルースらによる抵抗を経てスコットランド王国は復活しました。しかしその安定は保証されず、イングランドの干渉を受け続けることになります。そしてここに柔軟な策略が登場します。イングランド王ヘンリー8世の姉マーガレットがスコットランド王ジェイムズ4世に嫁ぐなど、王室間の結婚を通じて影響力を広げたのです。そしてついにスコットランド王ジェイムズ6世がイングランド王ジェイムズ1世として君臨し、イングランドとスコットランドは別々の王国のまま同一の君主をいただく同君連合を形成しました。ジェイムズ1世の時代にはユニオンフラッグの原型が作られるなど、両国の合同を試みましたが、完全な合同は16世紀初頭まで待つことになります。この時スコットランドは経済的困窮から脱するためイングランドとの合同に同意し、グレートブリテン王国が誕生しました。しかし現代のスコットランド独立運動はこの連合以前の状態への回帰を求めており、それは必ずしも国王の排除を意味するものではありません。この経緯を通じてスコットランドとイングランドの関係の複雑さとその間の政治的な動きが見えてきます。歴史を知ることで現在の事象をより深く理解することができます。次にアイルランドとその歴史、
そしてイギリス人のアイデンティティについて解説していきましょう。植民地の始まりと統治、アイルランドとイギリス。アイルランドの歴史は12世紀に英国のヘンリー2世がアイルランドの支配を宣言したことから一気に動き出します。これによりアイルランドは事実上英国の最初の植民地となりました。それ以来何世紀もの間イギリスの征服活動とアイルランドの抵抗が続くことになります。1801年にグレートブリテン王国とアイルランド王国の連合王国が成立し、それが現在まで続いています。しかしイギリス王のアイルランド訪問もアイルランドにとってイギリス王は征服者の王であることに変わりなく、その効果には限界がありました。19世紀後半から20世紀初頭の飢饉、ジャガイモの大失敗によりアイルランド社会は大きな試練に直面します。その結果アイルランドに対する抑圧的な政策に対する独立への意識が強まり、ついには自治が認められます。しかしこれは北部のプロテスタント勢力の抵抗によりアイルランド自由国として切り離された形での成立であり、これが現在まで続く北アイルランド問題を生んでしまいました。紛争と和平の試みが交錯する中で英国の EU 離脱は再びアイルランド問題を持ち上げました。多文化的なアイデンティティ、イギリス人の自己認識。イギリスとは一体何かという問いは個々の人々のアイデンティティにも直結しています。自分をイングランド人なのかブリテン人なのか、それともヨーロッパ人なのかと考えるかは人それぞれです。この多様性と重層性はスコットランド、ウェールズ、アイルランド、そして英国全体の文化的な複雑さを象徴しています。そしてそれらすべての上に君臨するのがイギリス連合王国の王であり、カナダやオーストラリアなどの元首であり、3カ国が加盟するイギリス連邦の長である国王です。この混沌とした中で国王が果たす役割とは何か、そして国王の将来の姿は何であるべきかという議論はまさにイギリスとは何かという問いと重なっています。そしてその議論が尽きることなく続くことこそがイギリス王室が持ち続ける重要性を証明しています。イギリスの歴史の複雑さ。絶え間なく変化する国、それがイギリスです。その歴史的な背景から現代のイギリス社会が築かれています。長い歴史を持つイギリスは独自の進化を遂げてきました。古代ローマの侵攻、アングロサクソンの到来、ノルマン人の征服、そのすべてが今のイギリスを形作る礎となりました。中世における封建制度、産業革命における工業化、そして帝国主義による植民地獲得、これらの要素は社会の階層性を生み出し、イギリス人のアイデンティティを形成してきました。20世紀に入ると2つの世界大戦と冷戦がイギリス社会を変え、政治、経済、社会に大きな影響を与えました。帝国の終焉とともにイギリスは多文化主義社会へと変貌し、それはイギリスの独自の価値観をさらに深めることとなりました。そして現代イギリスは EU 離脱を決定し、再び自身の道を切り開こうとしています。この歴史的な一歩はこれまでとこれからのイギリスを象徴しているかもしれません。いかがでしたでしょうか。イギリスの複雑な歴史はその現代社会の深い理解へとつながります。過去の出来事が現在の状況を形成し、未来への道筋を示しているのです。イギリスの歴史は
我々に変化への対応と前進の重要性を教えてくれます。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。